気づいたんだが。ええー、こんばんはおいたん、こんばんはひろたむ、ありがとう。おかえりなさい。ええー、やり直してみんな暗い見えてる。大丈夫？ええー、乾燥してて喉やられそうだな。おかえり飲んでくれ。いや、ねなんかあのー、なんか今日急激に寒いんですけどどうなってるんですか？ええー、ニャニャにャニャニャ。こんばんはるこちゃん、こんばんやすいにゃん、ありがとう。 そうね、今日春子たん映ってたからねツイートね、えー、左の白髪誰んんんんああさねみささささねみですえーっと5万置いたん5万のうちおかえりにえーっとおとといからおとといからかあのー。 なんかなんかわかんないけどなんか太目に止まったんですよノーライフノーさんとかえーとこんばんはおいたこんばんはちくさんありがとうおかえりなさい、えー、なお生きていけないかもしれないえどう,、ね、どうしたのねハク様ちょちょちょどうしたのね本当に <laughs> <laughs> ちょっとわかんない笑っちゃいけないかもしんないけどちょっと事情がわからんくてどうしたのね <laughs> えーとにゃ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 見えてるよ見えてるじゃあよかった見えてないかじゃあちょっと土田さんの方に問題がありますえー、サネミ似合わないことしてるな <laughs> サネミこれ笑ってっから確か笑ってっからこれそうえーと今日寒かったかな暖かかったよえ嘘でしょどこにいんのえ 寒かったよね今日ねえ寒かったよねえっ、ー、ととっ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 と,と,とえー、あっちのサンタが全部お仕事ですあっちのサンタが全部<笑><笑>これはもうさそれはもうしょうがないというかさーもうもうしょうがないよね <laughs> なんか。 どうだってもう来んて休めないしもういやもうなんかチェキとかで我慢だよえっとシックスくんはどこに行ったのかなシックスくんはいなくなりました今全力でピクミン編集中引っ抜かれたニャ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 今日もあしょぶ食べられるえっと決してコンカフェではないスポーツバーで日本シリーズ完成中こんばんは スポーツバーで日本シリーズ。あ、サッカーヘジムさんってそんなことも、そんなところも行くんですね。おかえり。ナンバさん、こんばんはでございます。こんばんは、学校の先生。おかえり。えー、おそらく半年くらい引きこもります。すごいダメージがでかいぞ。どうしたらいいこれち。ちょ、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 どうしたらいいのこれはさ、だってさ、青いンがサンタにの格好になってもさ、それは違うじゃないそれはそれで、違うじゃん。な、う,ん、うーん、むかしい。えっ、ー、と、 どこって東京だけど埼玉が寒いんじゃない嘘でしょえ今日もみんな寒かったよねうんどこんばんはこんば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 んこありがとうこんばんは郷さんおかえりえっ、ー、とどこなえー、今日も可愛い,いねありがとううん、ありがとう えそれがあるから半分生きてるあよかったよ <laughs> まだよちゃんと12月13日はねあのー、サンタの格好するだからねえっ、ー、とナンバーワのクリスマス会を開くしかいやでもオフ,オフ会、あのー、イルミネーションオフ会の時にコートの中にあのー、サンタを着といてあの何、ーまあ、サンタかちょっとサンタサンタっぽい服 かもなんかんないけどあのとりあえずサンタの格好するんであのチェキを取るときとかにあのコートを脱ぎ脱ぎってするえっ、ー、と配信でかああ配信で、ね、まああの配信でもいいけどいいけどいいけど見たかなーり寒いよそうだよねみんな結構今日はなんか冷え込んでみたいなえっ、ー、と こんばんばは超久しぶりです。あっ、ノックさん、こんばんは。ありがとう。えー、リトルナイト・ベアだっけ ?2 が来年出るね。そう !2 が来年出るので、いやー、きっと編をやるか否かっていう感じかなー。そう。で、あいたあの、何そう。あの、ボード、ボードをちょっとまだ作れてないんですけども、えっ、ー、とー、まあね、昨日昨日 出しましまた、えー、12月13日日曜日にですね、えっ、ー、と、オフ会を開催します。えー、え、今年最後の予定です、会えるのがそもそも。で、えっ、ー、とー、何 まあね、もう早速申し込んでくれた方はありがとうございます。えー、わかんないことがあれば聞いてください。で、えっ、ー、と、東武動物公園っていう埼玉県にあるんですけど、あのー、まあ、動物園と遊園地みたいな、そこのね、イルミネーションが結構綺麗なので、そこでイルミネーションお付替をします。えっ、ー、とー、なにあのー、青いンのオンラインショップ、秘密の刃ショップで、あのー、に、まず、 えー、イルミネーションオフ会ニックネーム「誰々」っていうのを送っていただいたら、えー、さらに詳しい詳細とあと決済の URL をお送りしてるのでまあね軽率に参加してください是非とも, <laughs> も。あの何、ー いタンからのささやかな品もありますしあとシークレットゲストがあのー、ね、あのー、いますのでえー、っとサンタイコールサンタモニカ食う懐かしそうじゃなんかみんな言うんだよねサンタサンタモニカっていうねえー、お二人は黄色いレインコートかとあそれでもいいよ <laughs> こんばんは ブルーライトさんこんばんはおかえりーえー、こんばんはあ辻さんこんばんはおかえりなさいエトナイトメアって3時間くらいで終わっちゃうんでしょやり込み要素ってあるのあのねーまーまあその攻略系の人はあれですよあのーアオイタンがハニワって言ってるやつあるじゃないですかハニワを全部割ったりあとーとんがりコーンノームを全部抱っこする とかそういう感じかな。そうえーといやあ。さとぽんおかえりいやあ。ありがとう。とんがりコーンは食べられたんだっけ？まあ食べる子もいたよね。うんえー、こちらあいたん。ありがとう。カウント軽率に参加ってそう。軽率にあのちゃんと参加費を払って、あと入園料は各自で用意で支払ってあれなのでそう。それでまあ来ていただければそう。 あれかなーって感じですそうえー、とえと、ー、えレレレレ,レーシークレットゲスト気になる <laughs> <laughs> えあおいたん夜中にリツイートしたんだけどえへへ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 へ でそのまあのあ、の、違違ううま,まとか言っちゃったシークレットゲストのがツイートしたそのわー楽しそう私も行っちゃおうかなわらっていうツイートにさで行ってくださいわらいいな俺も行きたいなまさ行くなら俺も行こうかなわらん、ね、みんななんとなく分かっているえー、とやっとヤッホーあふーちゃん久しぶりーこんばんはーありがとう えっと、最近のゲームでやり込み要素ないって、珍しいな。うーん、あた、でも、正直、シックス編より、キット編の方が難しいらしいから、そう。あ、バンちゃんだありがとうえー、軽率にサンタ費用意して待って、<笑><笑>いい子だわープレゼントあげたくなっちゃうよーいい子だねー。えっ、ー、と、ま、まさかいやー、まさかまさか。誰誰誰ま、まー、まーさか。 まさ言ってやんけってないよ言ってないまっおっとこれ以上はこれ以上はなんか聞こえたようだまあ,あのうんそんな感じですそうであのー、うんそんな感じうんあとはなんかうん今のところえ1010、ー、10今のところ10人ぐらいか 応募来たの応応募応募っていうかそうまああのー、決済はねなんかコロナがコロナが怖いよとかあのー、何なんかちょっとギリギリまで支払い待ってみたいな方は前日までにまあ支払いしてくれればいいんでまあ早い分にはね早い分だけで安心するので まあうん、あれなんですけど、そう、まあ、良ければ、ぜひ、お気軽にって言っても、場所が遠い人はいるわな。えーっと、葵ちゃん、久しぶりありがとう、バんちゃん、そう、あの、ばんちゃんを見たんですよ、葵ちゃん、歌入りの、歌入りの舞台で、<laughs> あ、ばンちゃんだ、と思って、え、ばンちゃんだよな、と思って、そう、えーっと、どうしたキクラゲってどこがキノコなのみたいな顔しやがって、こんばんは、えあー、キクラゲ、でも、葵ちゃん好きだよ、キクラゲ。 えーと接近禁止令が出てるからいけにゃん <laughs> <laughs> え、でもさいいのよこっちおいで <laughs> 仲間募集中 <laughs> 緑のエビ緑のエビまあそんな感じですはーいでえっ、ー、とー何あとはねあはいあのー、聞きたかったんですけどまあこれポコちゃんで聞いた方がいいかなあの1月って みんないつから仕事始まるの。そもそも。そもそも、みんなお仕事は何日から始まるんですか。て、ちょっと。教えて、おじいさん。教えて、おじいさん。にゃ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 。にゃ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 。にと。一月五。え 早いねえそんなもんかえそんなもんなのかな6からあ 6!6 6って何用だいや早いねっていうのをちょっと聞きたかったんだけどまあでもみんなの仕事始まりもそうなんだけど <laughs> えーでも1月11成人の日でしょえあの全然関係ないけど全然関係ないけど1月 っててみんなな何しるのか1月8ってみんな何してるのかなえーとちなみに昼間 <laughs> ちなみに昼間ちなみに昼間 <laughs> えーとどこに座ってた気が付かなかったバンちゃんが座ってた方じゃない方のブロックの椅子ですそう1月1えー 明けまましておめでとうございますえ4日ああみんなそこらへんなのかおじいさんは8日だよほんとに8日から学校始まるの ?1 月4日だけど4日ライブに行く予てなお気力が戻っていたハク様ハク様 <laughs> 気力を戻すにはライブ行くしかないんだよえー、コロニアンのおかげで6日からだよやったじゃんやったね えー、元日から3日駅で4日はルヴァンカップ決勝だから5日からかな <laughs> めっちゃ予定詰めてるじゃんこんばはおいたん8円おかえりエレクタンこんばんはおかえ,りレクこんばんはえそうあのー、うんいやあのー、違うんですよそのまあ新年会というか初詣を、まあ、着物を着てねちょっとおいたん冬に着物を着るのにちょっとね ちょっと黒歴史があってちょっと気が引けなくもないんだけど <laughs> それを克服するためにちょっと初詣かなんかに行きたいなと思ってるんですけどえとちょっとですねまだ解禁されてないので言えないんですがもうそもそも1月多分1月もうだって3日の日曜とかは絶対に初詣とか人いっぱいいるじゃない。 そういうなんか神社とかそういう件はで1月えー9、10、11は多分成人の日ですごく混んでるんですかつ葵たんがもう舞台の本番ちょっと もうちょっとだぞみたいな感じの勢いであまりちょっと稽古も休めないんで8しかないんですよ <laughs> い。いや行けるとしたら平日だけどであとそう母上のスタッフの <laughs> そうあの母上の予定もって考えると1月8しかなくていや平日だよな金曜日厳しいよなって思いながら聞いてます今。<laughs> えーと にににゃにゃにゃーえー、1月8日、金曜日、そう、金曜日、金曜日仕事。いやー、そうや、そうだな、分かっているんだ。普通に仕事、<laughs> 分かっているんだよ。1月1日も仕事。ああ、1月1日、えー。金曜、平日じゃないか、仕事だわ、テレワーク。え、1回職場に行っただけ、この間のアレクタン。まだテレワークずっと。えー、1月4日だけど、もっと休んでいいよ、的なお触れが出てるよ。何それ。<laughs> 自由だね。いいな、半熟さん。成人意識は帯、強く締めすぎると、肋骨、素材の、まあ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 、まあまあまあえっ、ー、と、ニョ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 、4日から仕事、あー、まあ、たいみんな4、5、6とかが多いのね。クレ黒歴ーやめなさい、やめなさい、おっとこぜ、やめなさい。<laughs> 12月13、えー、家から近いけど上位で、黒歴史、骨。うーんー、まあそ、あの骨、なんか着物を着て骨を折るっていうこと、<laughs> 肋骨を折るっていうか、まあ、ま、あひびが入ったんで、日本も。ちょっとそ、そう、あれなんですけどね。えーと、16だったら東京にいるわ。16?16?1 月え、16? あー、16はね。 16惜しいなー惜しいよーえ惜しくないあ惜しくない1月16ここ絶対開けといて <laughs> 東京にいたら絶対に絶対その日2公演あるから開けとけ開けとけ <laughs> えー、8の早朝早や早や新年初っ端金曜に休めといや絶対そうだなそうしたらもうもうあれだなー 1>, 1月の末の方だなぁそしたら <laughs> 末の方じゃないと無理だなぁそうだよねいやそうだよなぁえっ、ー、と来年早々舞台やるんだ今度は行きたいなぁそうあの1月2月にあります、えー、1月4号休み取ってるから8厳しいかなぁそういや絶対厳しいよねでも一応聞いとこうかつって聞いてみてる えー、休業制度次第ではまあそうねそれあるな、えー、基本テレワークの年内はもうずっと家よ年明けも当面はあーでもさそれさレクターさたまに足腰さこうなんか運動とかしてさ走ったり筋トレしたりしないとさちょっとやばいよ <laughs> やバ<ば>い <laughs> 月1で自由に休めるからそれ次第かな <laughs> <laughs> 言ってたねまあそうだよねえ休んでいいけど仕事はたまるんだけどねあーなるほどねえ何がある開けときなさいもう開けときなさい2月でもいいじゃん2月は <laughs> ダメだしよ2月はもう2月の舞台の方が大きいから <laughs> もう ちょっと稽古して2月の後半に本番だから1月末しかないそう後半に待つしかないマジかニコ円17は17こ,こんな言っちゃっていいのかなこんな言っちゃっていいのかな17もある17が千秋楽、えー、1月の機会の点検が、えー、土日のどこかに入るから未公開の最後いけるかどうかおっあわ、えー、かった3月に 初詣 <laughs> まあね別にねあのでも結構青板のあのー、そう撮影会とかなんかね神社があるとこ結構多いんですけど神社とか寺とかそういやでも雰囲気の中でこう、着物が着たいんです青板は着物が着たいんですよ着物えっ、ー、とこんばんっああれゼロさんこんばんはーおかえりなさいライブやるなら行く本当にちょっと待って。 うわ何日だっこれもさーなんかさーえちょっと開けといてって日にちだけさマジで言いたいんだけど言っていいのかなーうーん2月何日だっけちょっとライブ呼ばれてって出るんですよあおいたん2月6です <laughs> 2月6です 2月6です開けといてください <laughs> えーれれれれれえーと産業医から毎日30分は散歩くらいしてくださいと怒られて <laughs> 散歩してくださいほんとでなんかね多分こうやっぱまず日光に当たることが大事だからねよっしゃーホテル取るわ素晴らしい素晴らしいお顎一定路か青州楽うん このままなんかコロナが加速してうんぬんにならなきゃいいんですけどそう、まあのーまあ、どうせあと、ね、3日4日以内に多分出るんでそ,うそれは、えーと。1月末は無理して戻る。それは確実に取るべき。 舞台しておめありがとう、おめみまぁ、あ、ちょっと正式に発表したらおめでとうして、あめみ新生姜だけに神社なんですね、さすがです。いやね、新生姜もね、行きたいんですけどね、ちょっと難しいですよね。え、なんか、なんかもうなんかくれたんですが、かわいい、これ。えかわいい、この花束。リニューアルしたの何、かわいい。ありがとう、花束。ありがとう。あれ花束、あれ あなたはどうぞーありがとうありがとうほいほい。えっ、ー、と、どこだ、えー、わしの宮神社があるよね。そうまあ神社はそういっぱいあるんですけどね。えっ、ー、と、何があるかわかんないけど、可能性のある日って形で。うん、可能性の。<laughs> うん、うん。ちょっちょあの、じゃあ、あとでまとめとくね。 えー、ライブを覚えてんだすげえなんかね生誕ライブとかねそういうのを読んでいただけ,ただけることがたまにあります2月6土曜夕方っすかいや葵ちゃんもねえ土曜だから夜って聞いたらあのー、昼間って言われましたえー、昼間ですうん昼昼で夕方には終わるイベントです えー、かきかきかき,かき今日顔出しなのこんばんは純粋な意味でえ何ケンカ売ってんのか大保さんおかえり、ー、えもうすでにコロナやべえじゃんまあそれはそうねそしてお待たせしましたりくたんありがとうバラあれバラがないぞーバラはバラはありがとうバラより君は美しいありがとうそして小判もありがとうこれねあおいたんにお年玉あげる ありがとうえ土曜日なのでそれぞれの体抵次第となりますおいどうなってんだ個人的には舞台が気になるありがとうお楽しみにこれは高級な花束ですそうなのあれなんかまたあれなんかまた花束なんかいっぱいないあれなになになになんか花束いっぱいないなんか種類がどうなってるんだありがとうお弁当さん花束 なんだなんだなんだ花束。ありがとう花束どうぞーありがとうございますうーん、どう、どう、どうどうこれは高級、どうどう高級え、これな、なに花束えー、ライブで沸いていいの いや、ちょっとそこら辺わかんない。えー昼か。うん、昼って言ってたけど、開けといて。2月6。えーと、た、たありがとう、たくまさん。こんばんは。これも高級な、高級な花束なのなんでだなんなんだなんかでもさ、わかんない。青いたんが見たのは一瞬、なんか、なんか7周年なんちゃらが、のギフトが期間限定であるよみたいなのは見た。あ、でかいお祝いがでかいお祝い でかいでかい祝祝じゃじゃじゃーおめでとうありがとう祝祝い,いありがとうえー、ありがとうよレークタン12月4日に直近してたもの1月2月に取っておくか <laughs> まあね、それは、あの、おまかせするけども もう元気出してね、はくちゃん。よしということで、えー、と、終わりにしたいと思います。この後ですね、えー、ちょっとあの予定より早いんですが、えー、21時10分から、十一時十分から、ポコちゃんをやってしまいます。えー、日付またぎはありません。なので、 皆さんによければ21時10分からお待ちしてます。誰その金髪くんえこれあおいちの子供。<laughs> いやー<笑>,笑い方がやばいあおいえゃとえっ、ー、お疲れ様ありがとう !10 分からありがとう。えー、よかった、えー。やめないで。ギリまだ若いよ。おーおー失礼だなありがとう。えー あら嬉しいの子供がいる <laughs> 失礼した。はい、ということでコメント長いちゃった方いたらごめんなさい。またコメントしてください。5位お弁当さん、ありがとう。4位はるみみ、ありがとう。3位はやくさま、ありがとう。2位もちゃん、ありがとう。1位ほいほい、ありがとうございます。他にも種やかんとありがとうございました。えっ、ー、と、格が高い。え <laughs> 子供のマリア様やったんやな。え <お>ら <laughs> 子供はテンパ <laughs> かわいそう。白何が赤いんだよな。白,白はい。ということで、えー、右上のはとしい方は、毎日配信しているので、ぜひピンク色にお願いします。あと、あおいちゃんのツイッターやインスタグラムをぜひご覧ください。はい。それでは以上あおいちゃんこと南蛮あおいでした。また9時10分にお会いしましょう。おやすみなさーい。